わあ、どうした、おっす、あれもこのラスト、ラスト、おっす、おっす、何これ、井村さん、はい、これだと誰がラジオやってるか全く分かんないんだ。いや、それそうだよ、名前くらい言いなさいよ。名前言わなきゃそれは分かんないよ、それね、バナナマンですから、これ。そうなんです。さあ、始まりました、 TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド、はい、10月21日金曜日、明けて22日土曜日、はい、バナナマン設楽統です。はい、日村ゆきです、お願いします。いや、これね、ちゃんと言わないと本当にね、うん、声だけだとね、うん、誰が何言ってんのってなっちゃうから。いや、さっきの言い方だとね、うん、さっきの言い方だと、それはハスとかファスとか言ってたら、でもそういう人いるかなって探しちゃってなかなか出てこないけど、ハスポのファス、ハスファス、ファスパパラポスパってね、ってなっちゃうけど、うん、で言わないと。基本でもこのラジオ聞いてる人っていうのは、うん、もう言ったってもバナナマンのラジオ聞こうで合わすっていうのはもう、まあ、もちろんそういうもんだから。もちろんそういう人はね、うん、あれだけど、ずっとラジオつけてたり、うん、がこうザッピングしてる中で、うん、そうそう、やっぱ止めてもらいたいし、もちろんね、ね、うん、面白そうだなとかね。でも、うん、もう言ってもね、うん、TBS ラジオで我々どのぐらいやってんの。いや、もうね、7年8年、いや、もっとですよ、10年目。ええ、そんなやってんの。おお、驚き驚き、幻みたいな。幻、やっぱ IKKO さんってさ、うん、別に褒めるわけじゃないけど、うん、声がいいよねだから声で分かんない大声だ。いや、あれは設楽さんがそういう芸風じゃないだけで、そういうことばっかり言い出したらもうそういう人になるよ。いや、だから声がいいから、あのキャラが受けてる。いや、あの人4文字大声で言うだけじゃん最近本当にそればっかりで、 IKKO さん最近幻、もう驚きとか。いやいや、分かるよ、うん、もう全然、うん、ぶっちゃけ間とか、うん、タイミングとか、そういうの全然センス的にはそんなに能力が高いと思わないけど、うん、やっぱ声だと思ってた、ね、あれ声とは俺思ってなかったよ、 IKKO さんのあれに関しては。他の人が言うよりもやっぱ IKKO さんがやる方が、こう、なんていうの、もう、あ、IKKO さんのものになっちゃったじゃん、うん、だって知らないうちに。 IKKO さんしかやってないじゃん、あんなことさ。いや、でも最初はさ、うん、あれって藤原の藤本さんがさ、あれだって、ね、あのリンカーンで、リンカーンでね、うんうんうん、まあまあ、お姉用語だもんね、あれね、言ったらさ、なんだっけ、一番最初、だから、あのウルリン滞在期だった、どんだけはね、どんだけの最初の最初ってね、もうなんだろう、藤本さんが最初にやってたのよ、そう、テレビでいっぱい。そう、藤本さんが2丁目にこうちょっと教えてもらってみたいな ね、あのお姉の世界に体験、なんウルリン滞在期っていうので、滞在期で、そう、それを IKKO さん、まあ、IKKO さんは分かんない、その前から言ってたかもしれないけ ど、でももう、まあ、物として IKKO さんのものになってるね。あの藤本さんがもう全く言わないわけじゃん。藤本さん別にだからどんだけ推しの人じゃないし。いや、でもあの人って結構パクリ側の人だからいや、でもさ、その藤本さんからパクったわけじゃん、パクったわけっつか、パクったのかどうかわかんないけど、まあまあ確かにそうだね。でもああいう感じで、もうどんなもん10年以上、もう10年は言ってるんじゃない、どんだけは。でしょ、うん、だって幻とかもう、まあ、どんだけから来てそうだよね、うん、あの4文字が面白いから、そうそうそう、幻とか、うん、だからでもやっぱ突き詰めた声なんだよね。声なんだ、俺声ってあんま思ってなかったんだよね、あれに関しては。これ春菜愛ちゃんとかも言うじゃない、春菜愛ちゃんは言うよね、言うよね、言うよねとか。でもやっぱ IKKO、うん、さんのワードの方がみんなやっぱ真似するんちゃう。ああ、まあ、俺ら言うけどね、言うよねとか結構好きじゃん、俺言うよね。俺らはでもさ、うん、全然話題にならないじゃん俺らのものじゃないし俺らそんな頻繁にだから乱発してないから。声のやっぱものなんじゃないかな。そうなのかな、設楽さんの芸風がほらそういう人じゃないから、別に何かさすごい言葉を残していくタイプの人じゃないから。いまあでも芸風に乗っかってる部分ではあるんじゃない、その声っていうのが。ああまあそうか、そうか、合ってるからそれが世の中に浸透してるっていう。あ、なるほどね。っていう意味で俺らにはそういう声がないから浸透しない、うん、芸風とかだから全部それが合わさったものが、うん、まあ、流行ったり分かったりってことだから。なるほど。まあでもまあ今日はね、ちょっと声のね、うん、やりますよ、ね、やりますけど、ね、まあまあその前にちょっと、うん、まあ、ニュースというか、うん、びっくりしたというかね。びっくりした、驚いたね。何が、あ、知らない、最近のニュース。いや、もういっぱいあるんだよ、びっくりしたことなんて本当にいっぱいあるから。でもびっくりしたってもうあれじゃないですか。で、何日前発表、発表つか2日ぐらい前、うん、
いっぱい何もピコ太郎もあるし、ピコ太郎カン小坂大魔王そうまあ俺らはほらカンって呼んでたからね、そこ抜けアライン時代からもう本当に最初から知ってるから、うん、うん、なんかすごいね、カン太郎はもう今もうカンはなんかさ、うん、カンってそうだね、久々に俺らはカン、俺らカンって呼んでたからね、小坂、小坂とも言わなかったもんね、カンって呼んでたね、カンって呼んでた、同じ事務所あったそこ抜けアラインってね、もともともう20年以上前よ、うん、でもまあその後もなんか音楽やったりとか、ノーボトムとかさ、そうそう、うん、でちょっとこうなんていうの、小坂大魔王で要はもう一回こうなんか、うん、そうだね、でなんつうのかな、こう転んでもただじゃ起きないというかさそのすごいよね、なんかピコ太郎はもう今ネットニュースなんかもうほんとピコ太郎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 、うん、俺も最初に知ったのがだってなんか流行ってるんだらしいよっつって家でさ、うん、してるって言われて、あえ何これっつって、でなんか動画みたいなネットのやつをさ、うん、見せられたんで、うん、おかんじゃんこれただのかんじゃんただのかんじゃんと昔からやってるような芸風のかんじゃんこれっていうね、あれだって2億再、2億回再生みたいな、2億回だっけ、なんかよくわかんないけど、とんでもない数字だよね、あとなんかアメリカのビルボードの2週連続1位とかでしょ、いやいや70何位か、あのそこに入ることがもうすき焼き以来とか、日本のなんか楽曲ってね、違うかピンクレディ以来か、松田聖子さん以来、はあ、うん、すごいよね、これは本当一番マジでびっくりじゃない、間違えた日村さん違ったわ、え関連動画3億3000万回、うん、以上、うん、あ日村さんが言ってるのは YouTube の音楽ランキングが2週連続1位、あごめんごめん、うん、それが2週連続1位か、すごいよね、いや恐ろしいよ、世界的スーパースターになっちゃってるじゃん、ペンパイナッポーアッポーペン、そうですよ、カンの言いそうなあれだよね、もともと昔からカンが言ってたような、あれこれでもネタなんでしょ、もともとはピコ太郎っていうネタなんでしょ、なんかどうやらね、ライブとかでやってたキャラクターというか、日村さん、うん、で違うんだよピコ太郎も驚いたけど、それじゃない、俺が言おうとしたらピコ太郎じゃないよ、びっくりっていうだけ言われたって、もうびっくりしすぎだもんだって最近、だって綾部がどっ、海外行くとかさ、いやいや2日前ぐらいって言ったじゃん、綾部はもう結構前じゃん、うん、うん、2日前、2日前が、うん、水曜日、うん、かな、うん、世の中に来たのは、うん、うん、橋本ですか、え橋本ですか、橋本七海、七海だよね、あ乃木坂の橋本がそう、あの卒業、それと芸能界引退発表したってやつ、うんうん、いやあのそれも確かに驚いたよ、それじゃない、あとその前七海って言うんだっけもあるんだけどね、うん、いや俺が言ってたのはあのロンドン、ロンドンのなんかね、うん、詳しいの忘れちゃったんだけど、ロンドンでいわゆる、まあ、夫婦がね離婚したとかそんな話なんだけど、うん、で旦那が要は住んでた家に荷物取りに行ったんだってさ、うんね、自分のもう別れ、うんうん、荷物取ろうと思って、そしたらねいわゆるさその大人のおもちゃよ、うん、を見つけちゃったけど、その奥さんが、うんうん、奥さんが使って、うん、奥さんが使ってるやつ、うんうん、でバイブ的なものだね、つまりね、まあ日村さんもっとバイブって呼ばれてたんで、うんうんうん、ちょっと他人事じゃないかもしれないけど、うん、あだ名バイブの日村さんにこれ言うのもあれだけど、うん、なんかねその奥さんがあなたよりこっちの方が気持ちいいみたいな、うん、前言って喧嘩してたみたいなのもあって、そのバイブを見つけた時に荷物こう整理してあったから腹立っちゃって、うんうん、そのバイブをね、叩き壊しちゃったって。ああ荷物取り行ったらバイブに行けて、バカにバカにされてるわ。こっちの方がいいっていうし、うん、なんかもう娘さんもいるのにそう離れ離れになっちゃうからって、うん、壊したら、うん、なんかそれ叩きつけて粉々じゃないけどさぶっ壊したって。うん、したら、うん、奥さんに見つかって。それ見つかるじゃないですか。あうん、その壊れたやつですね。で警察呼ばれて。で器物破損で逮捕されちゃった。奥さんもさもうそこまで恨むことないじゃないんだよね。その旦那も弁償するから許してくれてたけど、うん、そういう問題じゃないっつって逮捕されて、うん、
でしかも、うん、皮肉なのが、うん、そのバイブはもともと旦那がプレゼントしたの、うん、それ皮肉だわ。てか旦那もなんでバイブプレゼントするんだ。なんかそういうものに詳しかったのかな。なんか俺がいない時これとかいうことの、なんだろうね、よくわかんない。セックス中に使ってたの。ちょっとちょっと待ってよ、嘘でしょ。それが一番びっくりした話なんて、そんなわけないよこの野郎、本当にバイブだバイブだ、なんだよこのラジオえ嘘でしょ。ロンドンのバイブ事件が一番びっくりした話か、スペシャルフィークのこのオープニングトークで。何何、どうしてバイブ、なんでバイブの話すんのよイヒヒヒじゃないんだよ、コーヒー飲んで急に。いやいや、ちょっとよかった、人段落ついたから。人段落ついたんじゃないよ。びっくりした話できたらよかったなと。そうじゃない、消されちゃうよ、スイッチって誰かわかんないやつがパイプの話したらなっつってスイッチっておじさんおじさんスイッチって電源、うん、切られちゃうよこんなんじゃ電源。まあね、まあびっくりしたってさっき言ってたけど、いや、まあ、橋本でしょやっぱり。橋本七海ね、橋本卒業、そして引退。いや、びっくりしたよ。なんて言ったって芸能界ごと引退したわけだから、うん、いや本当だよ、ね、やめて卒業して女優さんになるとか一人で何かやっていくんじゃないんだもん。水曜日ラジオで発表したんだよね、うん、そうですね、うん、乃木坂工事中でね、うん、いつやるのかな、ちょっと先になるかもしれないけど、うん、選抜発表があって、ちょっとここのとこその、収録なかったから、うん、選抜もスタジオで発表じゃなかったし、うん、その卒業バンド芸能界引退っていうのも、うん、なんかこう直接こう言われてなかったっていうのもあっての、バナナマンと橋本3人だけでこう話すみたいなのを撮ったから、 撮ったそれが先に流れると思う、うん、かな。まあでもそれ、そこまでそんなちょっと喋ったって程度だけどね。まあね、うん、どこまで応援されるのか分かんないけども、まあなんか喋ったよねいっぱいね、うん、でも俺らは、うん、ちょっと前にもう実は知ってたんだけど、うん、そう、でも本当そんなに変わんない、みんなと、うん、俺らも乃木坂の情報とかって基本スタッフの人からなんかポロッと言われる時もあれば、あんま知らないってことが多いんだけど、うん、だから割とみんなと何かが起きたことの知るニュースっていうのは聞くタイミングとそんな変わんないんだけど、うんうん、まあでもこれに関してはちょっと先に知ってはいたけど、まあ衝撃だったよね。いや衝撃だよ本当に。まあまあいつかはそりゃまあ辞めるものなのかもしれないし、うん、まあ辞めない子もいっぱいいるだろうけども、うん、もう3期生もね、うん、決まったしさ、うん、そろそろ1期生でまあこの辺がいっちゃうのかなって、まあ、深川なんかもね、深川がまあね卒業しちゃったし、ちょっと前に卒業したけど、そう、確かに橋本とかはなんかまあ卒業するのはこの辺かなみたいなのはさ、ちょっと思ってたはいたよね、うん、なんか前からさ、ちょっとなんかさ、そんなに芸能界に対しての、うん、あんま執着というか、そうそうそう、なんかそんな感じは出してたのもあったよね。なんかそう、なんか言ったらそう違う仕事したいみたいなのよく番組でも言ってたし、あんまりこう自分一人でこうガツガツね女優さんやってこうとか、まあ乃木坂全体的にちょっとそういう雰囲気もあるんだけどね。そうだね、あのグループはね。ただでもまあ引退するとは思わなかったな。いや思わなかった。だって今卒業はあったとしても、うん、ね、うん、美人だしさ、モデルもやってるしさ、うん、なんかどうにだってこっからいろいろなことやれる可能性がある子なのに。まあ本当だよ。だから俺らがしたらだからそういうもうなんつうのかな、綾部もそうなんだけどさ、うん、今こうあるものを手放して違う世界に行くっていう発想がやっぱもうないから、うんうん、なんでって思っちゃうんだよね。いや思うよ。だってそりゃそうだ、うん、しかも調子が悪いわけじゃないんだもん、いいんだもんまた乃木坂なんて。そうそう、だから一番まあいい状態のままいなくなっちゃう、なくなっちゃう、ファンからしたらもう大変だよね。ね、いなくなっちゃうんだから、うん、ただまあまあまあすごいなってのも思う、うん、やっぱそれできないじゃん、うん、ね、まだ橋本なんか24 3だっけ4だっけ3?4 だよね。4確かに。だからこのタイミングなんでなんだろうって分かんないけど、もしかしたら新しいそのここでやりたいことをやるのにはもうなんていうの、要はそのぐらいの年でいかないとって思ってたのかもしれないしね、うんうん、
何をやるかもまだ知らない。いや、知らない知らない。芸能界辞めて一般の仕事をするでしょうけども、うん、まあそういうしないのかもしれない。わかんないもんね。うん。うん、でも、すごいよね。いや、だってもう、言ったら、最初から知ってるしね。そうだね。乃木坂の子なんてさ、うん、うん、もう、その子たちが、こう、今ではもう、橋本は23歳です。現時点で。そうか、誕生日が24なのか、次がね。2月の20日、が24なのか、 なのかそこまで一応そこめどにって言ったんだ。なんか最初の頃とかさ、大きななんかいろんなテレビ局がやってる歌番組とか、わっ乃木坂で出てる大丈夫かなとかって思ってたのが、もう今もう当たり前にちゃんと いて、ちょっとなんならちょっと貫禄もあるぐらいの感じでこういたりなんかしてて、うん、こっからどんどん行くっていうところでやめてくって、うん、もっと楽しめばいいじゃんとか思っちゃうけどね。そうだね、うん、だから卒業して芸能界の仕事やるっていうのはまだそういう前例もいっぱいあるし、うん、ただ卒業そのまんまあのバリバリの人気者が芸能界も引退するってあんまないよね。もう本当上岡龍太郎さん以来じゃないかな、うん、またちょっとジャンルが違うしね。なんか衝撃な、えなんでっていうね、うん、ただ昔のアイドルの人はそれこそ結婚するとかさ、うん、なんかもう普通の女の子に戻りたいなんて、もうあのキャンディーズのね、そうキャンディーズとかは有名だけどさ、山口百恵さんもね、そうだね、うん、マイク置いて終わりっていうさはあったはあったけど、あと、うん、やりたくてもさできない職種なわけじゃない、うん、憧れててやりたくてもやりたくてもそこには到達しないっていう人が多い中、うんうんうん、そこにこういる状態からの引退ってっていうのは、うん、なかなか、なかなかだよね、してるね。ただまあそれだけほら単純にこの世界でお金とかだってさ、普通の仕事をしてお金稼いで暮らすんですっていうんだったら、うん、まだやってお金稼げばいいじゃんとか思うけど、うんうん、お金とかじゃないんだね。だからそうなんだね。だからかっこいいっちゃかっこいいよ、ね、やっぱ一歩こう踏み出すその感じっつのがさ、ね、できないなって思っちゃうやっぱ、ね、なんかやりたいことが例えばあったとしても、あとはもうこういう世界が嫌か合ってないって思ったのか、いやそれもぶっちゃけあんのかもしれないよね、正直やってみて、うんうん、嫌ではないだろうけども、うん、これ以上私が何かをやっていくことに意欲はないっていうさ、うん、そんのもあるかもしれないね、うん、でも自分一人がやってるんだったらだけど、あれだけの大所帯のグループで、自分が辞めることによって迷惑かかるってことも当然分かってると思うし、本人も。それでもやっぱり辞めるんだもんね。まあでも、こっから先のね、人生の方が長いしね。もちろん。今まだ23歳でしょ。まあだからそう考えたら、それは自分で、よくだからその頃の年齢でよくそんな決断できるよね。本当だよね。うん、一番調子乗ったっていいけどもさ。いや、本当だよ。本当だよ。だって、うん。うん。いろんな人にあ、ま、もう会えただろうしさ、うん。うん。なんかそんなんじゃないんだよ、多分でも。うん。考えてる感じが違うんだろうな。そうだね。考えらんないもんね。もう、なんかダメになったらやめるっていうのはなんか思うけど、うん、いつかやめるんだと思ってやってないもんね。だって、やっとだって感じだもんね。俺たちだって、まあ今まで43とか4とかだけどさ、これ上岡龍太郎さんだってさ、うん、あの方は、なんか、年齢なんだっけ、年齢で区切ったんだっけ。60歳ぐらい。60歳ぐらいだったっけかな、確か、うん。引退するって決めるみたいな感じのね。うんうん、それがそうだよな、23歳だったらな。一回考えるのかもね、アイドルっていう中で23っていうあたりで。一回、どうしよっかな、この先、続けていこうかな、うん、やっていこうかなっていうのが、ちょうど、もしかして23歳ぐらいの時に、ちょっと思うのかもね、アイドルっていう、ジャンルの中で。なんで？いや、やっぱほら、アイドルだからさ、うん、ずーっとやっていくのってなかなか難しいとも思うんじゃない？ああ、まあまあ、年齢はもちろんみんな思うじゃん。でも、それ卒業っていう形でみんななんかそこはさ、女優さんになったりとか、か引退ってケースが珍しいって思う。そうだね、うん。それはまあ、もちろん年齢はみんな思ってると思うよ。今やってるメンバーでも。やっぱ23歳って確かにグループから卒業っていうのは、深川もだってそのぐらいの。24ぐらいだったね。じゃない？だから、で他のメンバーとかだってそういうの絶対考えてるメンバーいると思うしね。うんでも別に、
そう、なんか年齢とかじゃなくて関係ないような気もするんだけどね。だからやめるっていう、でもまあもう違うんだろうな、発想が。だからかっこいい部分でもあるよ。スパッと、かっこいいね、あの、ちょっと憧れるところあるもんね、その感じね、だって自分で決めてもうやめちゃうんだから、周りから多分すげえいろんな人からはちょっともうちょっとやった方がいいんじゃない、だってもうちょっとあと実際やめるって決めてから、まあもしかしたらそれはもうやめるって決めてからちょっとやったのかもしれないけど、いや俺もそう思うよ、あとちょっとやってもいいんじゃないかなって思うもんね。そんなにやめるって決めてすぐにもう私やめますって言ったと思えないし、多分すげえ迷ったしね、それに多分そんなすぐやめられるもんじゃないから、じゃないしさ、もうちょっと前から考えてはいたんだろうけど、そしてまたこれ16枚目のシングルですもんね。ああまあ ね、まあそれを受けてだろうけどね、もちろんそれは、そうそうそう、ほんででもやめてね、やめた後に乃木坂の橋本って結構もうよ、なんか名前も知られてるしさ、何やるにしても最初はおおみたいになるよあれみたいな、一般のお仕事をされるとかだったら、まあ働かないとだ、まあどうなんだろう、働くのか知らないけど、働くんだったらそうなるよね、ね、やばくね、そのなんかどっか職場に、ってなるよね。いやなるでしょう、恐ろしく美女なもんだって、恐ろしいよ、やばいよ、喫茶店で橋本、喫茶店で橋本行ったらその喫茶店がバカみたいに儲かる、いや儲かるよ橋本いるんだもん、乃木坂でセンター取れるようなコーヒーいきなり乗ったらやばいよね、ね、何やっても似合いそうだね、あの子でもね、まあそうだね、なんか何でもやれそうだもんね、あの子ね、なんかね、頭いいしさ、何でもやれそう、何でもやれそう、なんか、でも伝説にもなっちゃうだろうな、いいとこでやめたりとかっていう人って、 そのファンの人はそこからピタッと止まってるから、ビジュアルとかイメージが、そうね、そうするとまあそこからさ、何年経っても何十年経ってもそうね、好きな人はずっと応援してる感じのは残りつつ、そこが残ってるから、でも追っかけても追っかけても新しいのは出てこない、ただもうそこでカチッと固まるからね、イメージが、高校卒業してあの、こういうことでしょ、高校卒業して、あの好きだった子が、もうそっから先一度も会えないわけじゃない、つまりこの、心の中だけにあるね、あの子可愛かったなっていう、それがね、偶然どっかで会った時に、結構おばさんが出たっていうパターンとかあるからね、うわっつって俺昔あったもん、そういうのでラジオ中継でさ、オイスロングビーチ行ったらさ、すげえ好きだった子がさ、突然子供抱いてプールから上がってきた時にさ、あれあの子だと思って、あれ太ってる、太っちゃってると思って、俺ショックだったことあったもんね。その話もういいかな今ちょうど終わったんだけどあ、そうなの、あ、そう、まあでもピタッと止まるね、そうだね、でもファンの人はでもやばいだろうね、もうだ耐えないっていうさ、そう、あこの世界にまだいてくれれば、そうそう、いくらでも応援はできるけども、そうだよ、もう会えない、ね、かもしれない、またでもやったっていいしね、やりたくなったら戻ってきたっていいと思うんだよ、俺は、その辺は自由にさ、ね、だって分かんないじゃん、まだ若い時に下した決断なんてさ、もしかしたら何かやりたいなってなったら、もう言っちゃった手前とかいうのは関係なく、もし何かやりたいんだったら戻ってくればいいと思うし、そうだね、まあね、はい、まあ、そんなのもありましたけど、まだでも2月のそこまではやるから4ヶ月ぐらいでしょ、ある、まあまだ会う機会もいっぱいあると思うし、今日なんかも聞いてる可能性もあるから、このラジオなんで、え、橋本これ聞いてる可能性あるから、だって橋本が、あれ聞いてくれて、あの聞いてたなんて言った、ね、言ってくれたこともあるし、前だってメールくれたりしたもんね、メールくれたりしたこともあったしね、番組にね、意外と今日なんてもしかしたら聞いてくれた可能性がないとは言わないよ、これ、まあそうだね、あるかもしれない、乃木坂とかとあんまりさ、そういうさ、ラジオ聞いてますとかってあんまり、そういう話とかしたことないんだよね、そうね、でも意外と聞いてると思わない、ラジオってあの子たちと、この前、昨日か、あのクレイジージャーニーにさ、西野、そうそう、あ、見た、もちろん
西野がさ出ててさ、うん、俺ねあれ収録、まあ、もちろんちょっと前にして、うん、よし見て西野が出てきて、もう西野だと思ってさ、うん、クレイジージャーニーが好きなんて一言も聞いたことないわけ俺。そっか、俺は今までね、うん、それで、あ、西野何クレイジージャーニーとか好きなんだと思って、うん、たらさコメントでさ、あの日村さんにはクレイジージャーニーの話したことはある、うん、なクレイジージャーニーの話をして設楽さんにしたことあるんですかって言ったらないです、うん、日村さんにはあるっつって、うんうんうん、言ってて、うん、なんで設楽さんに言わないんですか、言わないんですかって言ったらさ、まだちょっと怖いみたいなコメントしたの。まあでもあれは俺の中では、そのなんつうのかな、西野って、うん、なんか持ちギャグじゃないけど、うん、よくコメントで怖いな怖いなとかって稲川淳二さんみたいな真似をするっていうくだりがあるから、うん、俺はその一個の、うん、リップサービスというかね、まあボケ的なねみたいなもんだろう、うん、で俺は解釈してんだけど、うん、待てよと、うん、本当にマジで怖いって思ってんだったら、うん、もう5年ぐらい番組やってんのに、うん、でこれ結構西野なんかはなんならちょっとこう喋ったりする方よ、うん、他のメンバーより、うんうん、でマジで怖いと思ってたら、うん、どうすりゃいいんだろうクレイジージャーニー好きなのをその人がいるんだから、うん、そうそうそうねえね、怖いんだろうね。いや俺でもさ怖いって、まあ、うん、大倉とかが怖いっつのはまだわかるよ、うん、怖いところを見てるから、うん、俺乃木坂のメンバーに怖いとこなんて見せてないじゃん、怖いとこ見せてないっていうか、うん、もうそしたら単純に顔が怖いとか、うん、聞いてみようか今度ね、何が怖いの、うん、西野が俺の怖い、何が怖いか、どこが怖くって、だってクレイジージャーニー好きでその人が出てたら私クレイジージャーニー大好きなんですって言いたいじゃん、うん、西野なんてだってライブとかも来たことあるんだよ、うん、だよバナナマンなんなん好きなんだもんだって、うん、それで怖いってなったら、うん、日村さんは怖くないんだ、だから、うん、なんかだからどこかで俺優しく別に喋ってるつもりだし、もう5年ぐらいやってるから、うん、なんならもう、うん、仲いいぐらいだよね普通に、うん、そうそう、もう最初の頃だったらまだこう向こうも分からないからこっちがちょっと強めに言ったのとかを、うん、あれ怒ってんのかなと思う可能性あるけど、うん、もうそういうのじゃなくて、うん、あこれは仕事上こうやって言ってんだなとかって理解してると思うから、うん、これが本当にこうやって言ったらどこが怖いんだろうなと思うね。でも分かんないよ、うん、単純にふっとした時の顔とかが番組とかでさ、わ、うん、かんないけど、うん、そうやって喋ってる時とかそれは楽しそうに喋るし、うんうん、笑ってくれるしとかあるとあれだけど、ふとなんかはってみた時の顔が、あその怖さは、その怖さがあったんでそれが結構怖えって思っちゃったら、うん、逆にクレイジージャーニーのこととか言うのとかも良くないのかな。でも俺には言ったんだよなでもさ俺がさ、じゃあ例えばよ、もし仮にあのクレイジージャーニー好きで見てるんですって言われた時に、うん、その怖いと思ってる俺が出てくる可能性なんてゼロじゃん、うん、ゼロ、あ見てくれてんのっていうぐらい、俺はどうだよね、それが言ったら怖いから話しかけてないって、もし本当にそれを言ってたとしたら、うん、俺がクレイジージャーニー好きで見てるんですって言ったら、うん、あ何て見てんだよとか言う怖さってこと、うん、もしかしたらそれっつったらもう俺絶望的だよ、ね、もしかしたらやばいくない、そんな共演者でそういう人がいるとしたら、うん、そうだ、日村さんとか大倉とかはさ、例えばさ、まあ、ギャグの中でもさ、なんかこうビンタするとか怖い感じとかを知ってるから、うん、いや怖えわとかっていうのはわかるの、うんうん、例えば俺らが思うダウンタウンさんだったり、うん、トンネルズさんとかに対しての尊敬もあれば、うん、普通になんかやってでもやっぱどこかで怖いっていう先輩に対しての怖さっていうか、うんうん、それかな。いや俺も今聞いてたそれだと思うよ、うん、先輩に対するちょっとだけ威圧があるっていう人は絶対いるじゃない。あいやトンネルズさんだってダウンタウンさんだって、うん、威圧はあるもんだってね、うん、これだけ お仕事させてもらってもやっぱりちょっとわやっぱちょっと怖えなって思うことはないわけじゃないもんね。そっか、それが俺と比べたらあるってことでしょ。あれでもさ芸人の、あでもそんなことないのか、女の子とかでもそう思うのかな。思うんじゃない。
やっぱちょっとこう怖えなっていうさ、うん、話しかけやすい人とそうじゃない人の中で言うと、俺怖いよ、オークラ。ちょっと怖いっすよ。うん。井村さん怖い？井村さんも怖い時は怖いです。だよね。ほら、はい、こうなるじゃん、普通。だとしたら。ん？怖い時は怖いってこと。いや、怖い時はだから怖いですよ。うん。同じように。同じような怖さじゃないでしょ、だって。下の方が、やっぱ、怖さの、でかさでかいですけど。うん。でも、別に井村さんの時も怖い時は怖いですよ。うん、だよな、うん、だからこう2人がそう思われるならだけど、はい、ね、片っぽだけ怖いってさ、俺に何かあったから怖いってなことになっちゃうじゃん。そうですね。でも何かあったのかな、あの子が勝手に思うあれで、俺がだから怖かった、分かんない、収録の合間にね、うん、俺がなんかじゃ西野がスタジオから楽屋に移動する階段かなんかこうトントントンって歩いてる時に、俺がスタジオのなんか隅とかの廊下とか分かんないけど、そこでもう倒れてるAD さんとかボコボコに顔面クチョクチョクチョみたいに殴ってるとこ見たとかだったら分かるよ。いや、それは分かるよ、うんうん、そんなことしてないじゃない。だから日村さんと俺で2人がちょっとやっぱ先輩だし、喋りかけづらい雰囲気がまだあるんです、うん、だったら分かる。まずそれは1個あると思う。でもそこでほら2人では日村さんに話しかけられるけどってなると、俺がデブってのあると思う。俺がデブってなると思う。丸みってのあると思う。そのフォルム、うん、尖ってる。じゃあ、うん、例えばハサミとかがこう開いた状態でこっち向いてたりする怖いっていうのと同じ、うん、それは俺あると思う。こっちハサミ、こっちもうじゃあ何もうおはぎ、どっちが怖いですかっていうだけだったらハサミのが怖いじゃないっていう形状のことはまず今納得した。だとしたらじゃあ俺はハサミみたいなのが置いてあるから怖いっていう怖さの認識ってことだ。それは一つの要素としてあると思うけ ど、それはそうか。ただクレイジージャーニーのことを伝えるのに、なんでおはぎの方に言ったんだろう、うん、おはぎ出てねえからクレイジージャーニーは。あ、でもそれは日村さんが出た回に言ったことがありますって言ってたから、うん、あ、そっかそっかそっか、うんうん、あ、だから俺には言ってくれたんだ、うんうん、でも本来はなんだよね、本来はハサミさんに言いたいから、うん、クレイジージャーニーのことは。そうだね、うん、でも本当に怖いのは日村さんだよね。そんなの言ったってそれはその人が思うやるだから、本当に怖いかどうかは分かんないよ。本当に怖いのは全然俺柔らかいけどね。俺はそんなに本当に怖いの本当の部分がそんなないじゃん。でもさ、リアル言うとさ、話しかけやすそうに見えて話しかけづらいの日村さん、うん、俺は多分そっちの生まれだからマイナスの方が多い。俺は割とフレンドリーだもんね、うん、だと思うよ。あのし、まあ、それはもちろんその全部に対してじゃないかもしれないけど、仕事こんだけやってたら別にそら、うん、ね、うん、うん、でも俺もだからって別にさ、普段すげえツンケンしてるわけじゃないじゃん。いやいや、日村さんが、ああ、どこが俺がいつなんだよお前、あっていうのはどっちかって言ったら日村さん普通にしろじゃん。俺だって普通に、あ、どうもどうもっつって、うん、普通にほんまお前ちょっと喋って、あ、お願いしますとかって言う、うん、うん、メールが、メール、はい、ラジオネームリトルモーツァルト、設楽さん、設楽さん、大倉さん、真っ青な方形こんばんは、うん、どういうこと真っ青な方形真っ青な方形なんだろうね。病気がちな方形は分かる、真っ青は分かんないね、うん、どういうことだよ設楽さん、パスピエさんがバースデーソングで作ってくれた歌詞の中にもありましたが、うん、おそらく目が怖いんだと思います。のび坂ちゃんはみんな設楽さんの目に怯えてるんです。まあこれはもうだから、目つきは悪いよね俺。だからその営利さよ、あとそのちょっとなんかその奥見られてる感じだよ、うん、なんなんだろうねその目つきって。本当にね、どんどん目の形じゃないやっぱ、うん、こうなるとこうぼーっとしてなんかこう、お前なんだよっていう風に言われてるように思うと思う。ああ、そんな風に。でも乃木坂にその目を俺したことないけどね。あ、だから普段はその挨拶の時とかないと思う、うん、あ、おはよう西野、おはようだけど、うん、パッと見た時なんじゃない、怖いってそんな俺そんな顔してないよ。怖ああそうかな、分かんないけど、うんうん、俺とか俺ギョロ目だからさ、ギョロ目の人ってあんまりほらないじゃない。ギョロ目だなとかそっちの方の印象が残るだけで、お金の方にはなんないんじゃない。普段の日村さんそんな、でもあれじゃないじゃん、なんかこんぽこってしてないじゃん、割と目つきは悪いじゃんか、そんな、うんうん、自分でパッと見た時は思う、うん、俺だって目つき悪いなって、うん、何が違うんだろうな。続いてラジオネームこちら、6でなし、リンゴ飴、ブラックバード、知らないおじさんこんばんは。知ってるだろ俺のこと。知らねえのかなそれか。あの、このラジオ誰が喋ってるんですか。
いや、リンゴ飴とブラックバードって言ってるからもうわけわかんないんだって。設楽さん、大倉さんでいいのよ、もう。設楽さんはわかるんですけど、あと一人、中尾明さんですか？何なんだよ、お前。おい。そう。何なんだよ。これだから、今最初にも言ってたけど。いや、そりゃそうでしょ。今日、うん、やっぱね、スペシャルウィークなんですけど、前から言ってましたけども、はい。ラジオ聞いた場合ね、この、今喋ってる二人が誰なんだと。誰が喋ってんの、うん、っていう可能性が大いにあると、うん、さっきもじゃあ橋本が聞いてるかもしれないって言ったじゃん、うん、このラジオ、うんうん、ただ橋本だって、うん、もし聞いてた もし聞いてても、うん、私のこと話してるけど、うん、この二人誰なんだろうって思ってる可能性があるってことだ。俺それないと思うんだ、橋本に関しては。もうバナナマンに合わせに行ってるし、橋本の話って声聞いたら分かるよ。5年もいりゃ分かるよ。それで分かんなかったらやべえよ。仮に西野がもし聞いてて、うん、聞いてる可能性あるよ。この人私の話してるけど、なんでこの人を私が怖がるとか話して意味が分かんないって思ってるかもしれない。可能性としてはもうないと思うよ俺。だからやべえな、西野の方でそれ本当にそう思った。俺らがやばいわけじゃないよそれは。うん、だから、うん、まあさっきも言ってたけど、これめがけてバナナマンのラジオ聞こうで来てくれてる人はもう分かってるよ、うん、ぶっちゃけね、うん、だけどパッと聞いた時よ、うん、まあね、それは分かる、うん、パッと聞いた時の声が、俺なんて意外と声低いんだよね、自分で聞き直した時とか思うけど、声低いなと思うの、うん、でも印象的な声は多分ウェー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 とかだから、うん、誰だろうこの声低い人、本当にマジそれこそ中尾明さんなのかなとかって、なんとか可能性はあるよね。そう、可能性はあるんだ、うん、可能性はあるよ。ないことはないんだけど、うん、前もね、なぜこういうこと言い出したかっていうと、ペットって映画ね、そう、声やらせてもらった、ね、やらせてもらったんですね、うん、それで日村さん見に行ってね、はい、行きました。でもう基本2時間ぐらいずっと出てるわけよ、ちょっとじゃないの、うん、ね、それなのに、うん、その時にあれ日村も出てたんだって、こうエンドロールが出た時の名前見て言ったんだよね、はい、それを日村さん直接聞いたんだよね。したら日村両方出るんだけど、俺、うん、俺の横で座ってる女の子が、うん、俺だけで言ったの、あれこれ俺はその時認識してたでしょ。もう認識してるでしょ。ただその映画はもう大体2人ニコイチで出てるみたいな場面がずっと続くから、たとえ1人知らなくても2人だったらほらバナナマンっていう声で分かるかな、うん、俺の声認識してるってことは、うんうん、だけどそういうことが起こるんだっていうこと で、うんうん、で実はこれを受けてバナナムーンこのラジオで街に出てインタビュー撮ったんですよ。そうだよ ね1000人ぐらい撮ったんだっけ。いや15人です。15人これ15人なのよ、うんうん、15人撮ったんだよ、ね、うん、今1000人ぐらい撮ったんだっけって言った時に、うん、ジャニオタが軽くうなずいてたんだけど、どうしてなの、自分多分ジャニオタがやったんでしょこれ。なんだ、全人聞いたかどうか分かるでしょ自分で。15人に聞いたんだけど、うん、これ日村さんが別になんかこうバナナマンみたいなことを言ってるようなとこじゃない、普通の喋ってるとこ切り取って聞かせて誰だと思いますかって言って、日村さんだって正解した人数が15人中2人だった。あちゃーね、ね、これもっといる、もっと分かるだろうと思ってたでしょ正直言って、うん、思う。それはもうだいぶさ、街なんか歩いてると、あ日村だとか言ってもらえるようになれたし、いや顔はね、そう、うん、顔は日村さんだってもうほんと1年目からあ日村だってのはすごいもんね。1年目から顔面視聴率もうだから、だいぶ印象に残る顔ではあるから、顔面視聴率で言ったらもう日村さんって 40% 超えだよね、うんうん、お化け番組あの視聴率で紅白とかと同じ、うんうんうん、だと思うんだ、うん、地方なんか行っても知ってくれたりすると、あ知ってるんだとか思うからね、うん、だけど声だけ取ったら声になった時はもうほんと 0. 何パーよ。15日2人で、俺に関してはこの前15人中3人って言ったんだけど、うん、4人、うん、俺は俺の方が認識してもらったと。そうだね、そう倍知ってるんだよね、だから俺より。これ倍って恐ろしいよね。低いところのラインで言ってるけど倍は取られてんだよね。そうなると、うん、だから日村さん1000人対象して、うん、日村さんのことをね、うん、500人知ってた場合俺1000人知ってると思う。ちょっと待って、わけわかんない。倍ってこと、俺も500人もしてくれてたらもういいやと思っちゃうよ。倍、いやでも倍ってことはそういうことだよ。三田さんも15人中4人だからね。4人だよ、ね、うん、いやでも倍なんだよ、うん、まあ、俺と比べた場合俺が低すぎるからさ、うん、俺が2だからさ、なんて言ったって、うんうん、まあ俺も低いけど、うん、で倍だからね。そう、ラジオパーソナリティとしてね、うん、まずいということで、10年もやってんのにね。そうです、うん、こういう声のね、こ
こう力を伸ばさなきゃいけないと、これ伸ばせれんの？でもこの本当申し訳ないけども、いやだから今日はそれをやろうってことよ、どうやってやるのかが分かんないのよ。で特に日村さんにはやっぱね頑張ってもらう、うん、2だから、うん、なんて言ったって、うんうん、こんなやつ喋ってんじゃねえよだよね。いやでも逆に言ったら伸びしろですよ。出ました純一ダビッドソン、はい、伸びしろですね。そうです、そこです。で今の声も、うん、誰だか分かんないの、うん、あれこれ本田、いや本田じゃないな、本田じゃねえな、純一ダビッドソンじゃねえだろ、じゃねえな、今喋ってるやつ誰、そいつなんでずっと分かんねえんだよ。だから長いこと聞いててまだ分かんないの。そう伸びしろですよ、まだこれで声の力も手に入れたらものすごい最強のコメディアンに。じゃあもう来週からはもうみんな分かるんだ、うん、あ設楽と日村が喋ってんだな、この声聞きたい、そうか別に誰でもいいけどこの声聞きたい誰だ、あ日村だとか、あそれいいね、そっからもうどんどん声の仕事やる、これは単純にリスナーが増えるね、リスナーも増えるしね、うん、バナナマンを磨けるんじゃなくて声から入ってくるって、うん、あこれバナナマンだったんだって一番いいよね。そうですそうです、うん、バナナマンとしてももっとこう成長できるということで、はい、今夜スペシャルウィーク、はい、こんなことをしますよ、はい、バナナマン声のスキルアップ大作戦、イエーイ、はい、イエーイということで、いいよ声出してこう、ちょっと今声出してこうと思って、うん、あの何をするかとね分からないっつって、分からないんですよ、ちょっとどうやるのかがスキルアップと言われても、あの今日ねだから2人でスキルアップだなんていろいろやったとこで、誰が何やってんだとずっと分かんないですから結局、はい、なので声のもうスペシャリスト、そうか先生をお呼びしまして、いろいろと教えてもらって、はい、声の、まあ、スキルアップしようということで、うん、ゲスト、はいお願いします、ゲスト声のスペシャリストその1、原口さん、原口秋政先生か、そうです、モノマネ兄貴の原口秋政、まあ、ナンバーワンでしょうね今モノマネかいこれ、そしてもう一人、はい、もう一人いますよ、これはですね、まあ、日村さんのね、日村ジャーニーのクレイジージャーニーと混ざっちゃってるんだよ、はい、ヒムケン先生、ヒムケン先生番組のアレーターやってる、はい、声のスペシャリストその2、さくらあやね、通称あやねる、これはもうもろもスーパー声優さんですからね、人気の声優さん、そうですよ、はい、この2人のスペシャリストを招いて、はい、まあいろいろと教えていただくと、はい、まあ声の力をつけて、うん、さらにパワーアップしようじゃないかということで、はいはいね、特に我々二人なんですけど、特に日村さん、はい、私、はい、ええ、はい、スキルをアップします、お任せください、ええね、この終わった頃にはね、うん、すごい声を手に入れますよ、うんうん、ということで、うん、お知らせいきますんでね、はい、お楽しみに。気合入ってますか？今日はね、気合入ってますよ！もちろん、もちろん、もちろん！おぉ！もちろん、もちろん、気合入ってますよ！もちろん、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 今日も、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 おぉ！気合入った、気合入った、気合入った、やろー！あー、入ってんね。アニマル、ヒムラ。さあさあ、今日よ。今日の話。今日よ。今日子、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 さあさあ、今日子の話、今日子の話、今日子の話。TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド、はいよ撮ります、日村さん、はい、これちょっとメール来たんですけど、うん、ラジオネームはないんですけどね、はい、聞いてました、橋本です、おお木曜日の収録ありがとうございました、おお
乃木中で3人で話す企画、いまだにバナナマンさんと話すときは少し緊張しちゃってしどろもどろしてしまいました。はい、まだこれからもよろしくお願いします。バナナマン聞いてるメンバー多いと思います。あら、うん、本当かなこれ。木曜収録したって知ってんじゃん、うん、俺でも言わなかったっけ。いや、言ってない、言ってないよ。うーん、本当かな。本当じゃない。本当本当じゃない。ああ。聞いてんだやっぱり。だから しかも分かってたね、誰が喋ってるかってね、ここに送ってくるぐらいだから。当たり前だけどね。でも、うん、まあ番組名であれだけど個人名で書いてないから、どっちがどっちの声か分かってないと思う。今の設楽さんかな、日村さんかなってこと。分かると思うんだけどな、さすがにこの子たちは俺らの声は分かると思うけどね。でも意外と声だけだと分かんないわけだから。だって15人の乃木坂に聞いて2人しか分かんない可能性があるとなったら相当低いと思う。いや、そうするともう俺と設楽さんが声似ちゃってるみたいな風になっちゃうじゃない。そうか、うん、うん、ちょっとね、聞いてんのかな。だから聞いてるってことだね。これあの橋本だとしたらまあありがたい、嬉しいんだけどさ、うん、まあ発表よく、あの突然の発表って感じで今あれだけどさ、発表っていつだって突然だよな、発表なんだから、うんうん、でも突然じゃないじゃん、あと猶予が4ヶ月もあるからさ、うん、今思ったけど、でタイトルもさ、うん、あのセンターでやる曲も16枚目ってさよならの意味でしょ。さよならの意味だから、この4ヶ月をかけてこれどういうことなんだっていうのを考える猶予があるってことだからね、うん、って今思ったね。ね、だからそこでみんなもこう改めて考えればいいんだね。今あーだこだ言ったところでただ驚きしかないもんね。なるほど、うん、こっから4ヶ月考えんだ、曲聴きながら。そう、さよならの意味で橋本もそこでまた4ヶ月後に思うことがあって言うんじゃない。なるほど、最後にでみんなもそれでなんか言うんじゃない、うん、ねえ、何を最後にするんだろうね、うん、橋本はね、一体 ね曲対決いけるかね。まあ今から行けばいいよ。じゃあ俺もう乃木坂。いいね。さよならの意味。オッケー、じゃあ俺ね。11月9日。いいです。俺もうね、フェアチャイルド。ユウさん？あ、フェアチャイルド。やっぱ声がちょっとほら、ユウさん、ね。印象の方ではユウさんの声がいいかなと思ってね。うん。フェアチャイルドで探してるのに。はあ、どちらかかるでしょうか。いや、そうだよね。これでフェアチャイルドかけたら。やばい。辻君、頭おかしいと思うよ。ね、さよならの意味です。ありがとう。TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド、はい、言ってます。さあ、今日ですね、我々バナナマン2人の声のスキルをアップするぞという大作戦、はい、まあ、先生をね呼んでやろうということで、まず1人目の先生、この方です。どうも、石橋貴明です。何なのちょっと。あ、まあ、貴さん昼結構、はい、忙しいからそうしたらがだいぶ。いやいや、そんな大丈夫か、こんな遅くまで。いや、高さん、いつもやってんすよ、ラジオは。ね、大丈夫なの？大丈夫、大丈夫。あ、そう。大丈夫。大丈夫。
買う時計じゃん。いやいいっすよ。なんで時計買わなきゃいけないんですか。車でもいい。いや車買ったじゃないですかもう、ね。いいじゃないですかもう。あいいんだ。いいっすよもう。石橋です。ああ高さんだ。いやすげえ似てるし。いやすげえなこれ。いやすげえな。そうっすかさんまさん。さんまさんどうっすか。いやお前かまへんけども。いやええねんで、ええねんけどな、はいはいはい、ちょっと深いな時間が。あー今もう2時ですもんね。じゃあな、はい、あ俺も限界あるからな、登るうわ調子ええ方やねこれな。いやいやすごいよ言うなよ、寝てたとか言うなよお前いやすごいねやっぱすごいよね高田純次さん。どうもどうもレディーガガです違うかな違うかないやいやいや弱っちゃったねすげえ車で迷子になっちゃった眠たくなっちゃったからやばい、まあ、やっぱすげえよ原田のものまねだよね。どうもどうも原口あきまさです。いやいやいやモノマネとかやってます。いやよろしくお願いします。やっぱこのクオリティはさ、うん、もう一級品なんだよ ね。いやいやそんなことないですって。よ、ね、僕はもう本当に雰囲気でやってますから、うん、いやいや リアルさがちょっといやいや、もういや何人もいるけど、うん、あのニューヨークでさいろいろ絡ませてもらってて、うん、何人もいるけど、はい、あのやっぱちょっと似てる度のそうレベルがやっぱ全然すごい。本当ですか。ヒムケンの言い方とかあとシタラの言い方も似てるんだよね。似てる似てる。そこまで似てるの。似てる。そうイントネーションの付け方とか似てる。本当ですか。似てんの。うん、えなんか、ま、もちろんモノマネ芸人さんって研究してるから、はい、その人の言いそうなこととか、はい、イントネーションとか、はい、そういうのを細かく、はい、あとこのこう言ってくるワードが、うんうん、もう本人なんだよ。そう。うん。だからすげえんだよ。そう。ただ原口さんって昔からもちろん知り合いなんだけど、うん、まあもちろんラジオに来てもらうの初めてだけど、知ってる？原口さんの年齢って知ってるか？俺知ってる。あ、知ってるか。そう。うん、だから設楽さんの僕に対する敬語が気持ち悪いんですよ。いや、原口さんって本当に40歳です。今年僕11月で1位になるんですよ、うんうん、だから坂下千里子ちゃんとだから同い年のね、うん、あそうなの千里ちゃん同級生なんだ。全然出せない、うん、俺40、今3、はい、俺44、はい、俺原口さんって年上だって思ってるんだ、だから俺40歳だからびっくりしてんだ今。僕本当それ昔からなんですよ。あのモノマネのどうしても人って、うん、上に感じません？なんとなく。だからそうか。で僕やりだした頃20代だったんですよ。僕20代僕しかいなかったんですよ。確かに。でコージーさんがもう9個離れてたんで。実はね。そう実はもう大ベテランだったんで。でもさんまさんでバーンと来たから、さんまさんっていう先輩っていうこの真似をすることによってさんまさんの感じもちょっと入っちゃってる。さんまさんとか高さんとかと喋ってる感じね。そう。うん。ご本人ね、つまりもう。だから、俺もう、俺5個ぐらい上だってずっと思ってる。僕、偽物ですから。そうそう、偽物なんで、本当に。限りなく純度の高い偽物。スーパー A。やめてください。やめてください、本当に。いや、だから俺ずっと敬語だし。うん。なんか。だからもう、僕、それだけは本当今日は言おうと思って。でも、今更、俺、別に、敬語をやめるとか、うん、なんか変だからできないから。いや、そんなことないでしょうよ、だって。でもね、俺そんなに、はい、なんだろう、俺年下の人とか後輩とかでも、はい、俺、うん、すごい距離空ける。本当ですか？あんまり。いや、なんか、ほら、モノマネ芸人って結構、うん、ほら、絡みづらい人多いじゃないですか。やめなさいよ、あなた。ね、やるよね。前さ、話したことは。なんで自分の世界を汚そうとするの？汚してないです。僕汚してないです。何が出てきちゃうじゃん、そういうこと言うから。そうじゃないですよ。いや、これでも、お前もラジオだっけ？どっかで話したことあるんだけど、モノマネ芸人さん確かに、絡みづらい人多い。多いんですよ。これは、でも、なんでかっつったら、なんつうのか、ジャンルが違うっていう、感じがあるじゃない。うん、もちろん。お笑いとはね。ひっくるめてお笑いなんだけど、モノマネの人って水の匂いがするというか。いや、わさわかんのよ。だから収録現場に犬連れてきたりとか。俺それわかんない。それどういうこと？俺それ知らない。いや、まあいいんですよ。そういうのはいいんですけどね。うんうん、別にいいんですけど。犬連れてこる人も何人かいるんですよ、ね。何人かいるんですよ。やっぱこう、その方のモノマネされると、
もう人間性がその人になっちゃってるみたいな人もいるんですよ。例えば、矢沢永吉さんのモノマネする方はもう普段から矢沢さんになってた。ああ、もうそこ一本で。一本でやってる、やってらっしゃる方は。はいはいはい。そうなんです。だから多少この、何ですか、気を使うと言いますか。あはあはあ、ただ、でも、俺これの話で言うと、原口さんと何人かはやっぱ。原口さんをやめてくださいって言うんですよ。だからでもここからいきなり原口くんとか言うのおかしい。全然いや、本当全然です。僕が気持ち悪いですよね、ひむ。これ単純にこれ芸歴で言うと何なの？芸歴立ち見る？芸歴全然僕だって。僕全然芸歴ないですもん。いや、ないっすもん。いや、まあ、20年。だって芸人時代もあるんだもんね。はい。20年ぐらいですかね。21年とか、そんぐらいですね。多分。コンビでやってた時期があるんで。でしょ？大木くんとかとそんなに変わんないです。ビビる大木くんの時一緒か。そうです。だから全然。いや、だって俺はまだ15年ぐらい。ちょっとやめてください。俺が27年。おかしいでしょ。わけやから。このコンビ感おかしいでしょ。わけやから。福田さんの上なんですか？そう。年がでしょ芸歴も。芸歴も上なんですか、うん、俺はバナナマンの前があるから。うん、でももうバナナマンさんの。バナナマンの間はいいけどね。もういいじゃないですか。まあでも、荒口さんもちょっと、じゃあ次第に変えてきますわ。荒口さんは、その匂いが曲、もう最初からなかったの。うん、やっぱモノマネの人って多分、モノマネの人たちの何か、ありますね。あるよね。あります、あります。僕はだから、もともとコンビで、お笑いやってたっていうのもあるかもしれないですね、うん、もしかしたら。ああ、やっぱね、はい、芸人のノリというか。そういうことですね。その空気感ね。はい、で、コンビ解散して、次の相方探そうかどうしようかって言ってた時に、まあ、たまたまその、僕は趣味でモノマネをちょっとやれたんで、うん、で、じゃあモノマネのオーディション受けてみようかみたいな感じで、ピンで。さんまさんも。いや、その時はまだ、さんまさんやってなかった。あ、そうだ、さんまさんやってない。トンネルズさんメインで、トンネルズが楽屋を訪問するっていう、ネタを作って、で、当時、スキャットマン・ジョンが流行って、ピーパパパラポっていうのが流行ってて、で、バンドエイジさんがちょっとできたんです。できてて。バンドエイジさんって、ちょっと。で、バンドエイジさんが、いや、僕がね、いや、僕がね、いや、だから、二人とも。僕、その腹詰まったやで、僕、そんなに。何を言うとんねん、君は、ほんまに。いや、僕、知らんやろ、君、僕、ピッチャーやで。チンコばっかりやないか、俺ら。いや、チンコばっかりやないか、関係ない、話の流れに。関係ないし。関係ない。バンドエイジさん、あんま見たことないっすね。そうでしょ。バンドエイジさんが、スキャットマンジョン歌ってたら、面白いかな、と思って。ピーパパパラポピーパパパラポいやーもう僕バンドとか言ってやってたネタをなんかこうタカさんたちが突っ込むみたいなことをやってたんですよ。なんかネタに構成してネタにするっていうのも、はいはい、原口さんが割と先駆けな気がしますよ。一人のモノマネ歌モノマネとか、はいはい、区切って続いては何々をする何々とかやるのを、はいうん、は割と昔から見てるスタイルが一、はい、人の人がモノマネで一個のコントを作るみたいな見せ方って、はいはい、ああいうまあモノマネ番組のやり方もあるのかもしれないけど原口さん割と結構前からやってましたね。やってましたね。一人で全部をこう何かしていくっていう、はい、そうですね。それは結構だからコンビの時そういうネタが作れる強みはあったんですよね。なので他のモノマネ芸人さんとはちょっと違ったかなっていうのもあるかもしれないですね。なるほどね。いっぱいあるよね。稲川淳二さん。これ大好き。私ね、この時期暇なんですよね。この時期は暇なんですよ、私。この前までじゃあ。この前までね、忙しいな忙しいなスケジュール空いてるかな怖いな怖いななんて言いながら、探してたんですけどね、休みがないんですよ。例の仕業ですよね。怖いな。季節のもんでしょ。助けて。これも最初聞いた時。これ酒飲んでる時に何回か飲んだことあるんだけど、もうずーっと、もう2時間ぐらいずーっとやってくれ。ずーっと。私の話はね、大体人から聞いた話なんですよね。毎回高さんが入って、高さんから入ってくるの。おい、飲んでんのみたいなから入ってきて。大体そうだね。モノマネの人で、先輩のお笑いの人をやれる人って、その人で褒めてもらえたりとか。あー。いいね、誰で褒めてもらいたいですか。でタカさんちょっとだから設楽はもう腕あんだからなんだろうそれすげえ似てるな。すげえ嬉しいんだよ。いいんだよ帯やっちゃっていいんだなんてそこにひむけんを遊ばせればいいんだから、はい、いい人なんだよ設楽だから
バナナマンの形っていうのは、設楽が作ったよね。すげえ嬉しいし。言いそう。すげえ嬉しいし。が自由でいいんだからだって。言いそう。このままでいいんだもん。って言ってるかもしれないもんなんなら。ねえ、のりたけ。いいんじゃん。いいんじゃん。このままでいいんじゃない。ああ、すげえ。俺いいと思う、このままで。のりさえやれるのがすごいね。食っちゃえばいい。食っちゃえばいい。食っちゃえばいい。ちょっといいどこペレどこ書くペレあいやペレここペレ書き今日大丈夫ですけどすげえ前この番組にタカさんが突然乱入してきたことあるんですよ、うんうん、それ思い出しちゃった今それぐらいすごいね、そんなんか、はい、最近の、はい、日村さんのモノマネもやった日村さんこれねとにかく買わされる日村さんっていうのあのトンネルさんでね一回あのニューヨークにも若干入れたんですけど嘘いやニューヨークの流れで入れたんですよ、うん、入ってるそうああやりましたあれやったんですよ、はいうん、最近やってるのはねまず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 いってタカさんまずいってまず俺この番組2000万ぐらい使ってるぞまずいってタカさんまずいってタカさん買います買おうの時のそうそうそう買おうの時のねそうなんですその時の日村さんをよくやるんです最近ああ嬉しいよね設楽さんもなんか特徴つかめばできそうですけどね設楽さんなんかやる人いますよねでもねいますいますやる人いんの俺でもそんな特徴がだからないんだろうね、うん、これ何なんすかこれ何なんすか物まねをやる声のいやでも設楽さんあると思うんだろうなんとなくこのラジオだと伝わりづらいですけどその表情的なものってあるんですよ、うん、設楽さんってこうなんかえ今の何なんですか今のみたいな目をつぶりながらちょっと小馬鹿にする感じの入りってあるんですよ、ね、一回こうボケを受けて日村さんのボケとか受けてお今のちょっと説明してもらってそれ、うん、みたいな今のもうちょっと聞かせてってやつねいやもうないんだよってやつねでもいいんでそれ以上なくてっていうその場だからねもっとありそうだよねみたいなそういう入り方みたいなのありますよね なるほどね、うんそれはもうちょっとこうほじっていけばできそうで、できちゃうんだ、ね、加藤さんとかもすげえ似てるよね。ね、加藤さんね。どうしていいか分かんねえのか。もう10年ぶりだな。どうしていいか分かんねえのか。はい、俺だって分かんねえよ。はい、めちゃくちゃ。当たり前じゃねえからな。はい、当たり前じゃねえからな、この状況。もう早くもうよね。もう早くちゃんとやんなきゃ俺だぞ俺たち。で最新のやつをだからちゃんと勉強してんだ ね。ブワーとかやんないんだ今。今最近あんまやんないですよ。そうなんだ。もうこの笑い方はやんない。この辺やってます、ね。進化してるんだやっぱり。はい、これを聞いて熱くなった論文淳さんがもう泣きながら山本さんに、もう山本さんもう僕もかっこ悪いとかかっこいいとかもう関係ないです。もう一応ついていきますからっていうのをその一連を全部真似しちゃう。で矢部さんが一言、山本さん。みんな泣いてます。うまいね。さんも似てるなこれちょっと。これ何やんのこれ。もうモノマネ見て終わっちゃうよ。そうだね。面白いから。まあ今日はいろいろとだから指導してもらったりをするんだけど、はい、ちょっとメールテーマを発表したいと思います。はい、今日はですね、うん、この後ね、もう一人のですね、スペシャリスト、アヤネル、行きますけども、うん、こういうのやってっていうみんなリスナーの人が、まあ、モノマネでこれ言ってでもいいですし、このセリフを、はいはい、例えば、豚みたいに言ってくれとか、そんなのでもいいんだ。若いギャルっぽく言ってくださいとか、いろいろみんなが思うやつを、やってほしい声のお題を募集します。あ、これはいろいろ来そうだね。うん。なんでもありだね、そうなるとね。高い、低い、怖い、うん、豚みたい、なんでもいいんだね。なんでもいい、なんとかをするとか、さんまさんだとか、なんか、なんとかをする、まあ、モノマネじゃなくてもいいだから、うん。うん。なるほどね。こういう風なニュアンスで言ってくださいとか。はいはいはい。うん。募集します。はい、宛先言いましょう。メールです。バナナアットマーク tbs.co.jp。バナナアットマーク tbs.co.jp。声のお題でございますね、はい、お願いいたします。どんどん送ってください、
バナナマンのバナナムーンゴールド。第 TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド。ありがとうございます。やっております。うん、今日はですね、我々バナナマン2人の恋のスキルアップ大作戦ということで、はい、2人のね、先生、スペシャリストをお呼びしてということで、もうね、お一方来てね、やってもらってますけどもね、江頭さん。俺先生かよ先生、江頭さん、言っとけよ。こういうのお願いします、いろいろ。何も教えてねえぞ。もう先生もう大活躍なんですけど、ただモノマネをモノマネやるだけなんですか今日。これモノマネやるだけでこの方終わりますよ。楽しいから。やりきったら多分終わってくるこれパターンでしょこれ。そう、ちょっと続いて二人目の。二人目の方がいるんだ。いやもう終わっていいんですよ。二人目の先生、うんうんうん、この方です。こんばんは、声優の桜彩音です。イエーね、はい、あやね、まあ、日村さんは面識あります、ね、はい、一度ロケもさせていただいて、はい、ありがとうございます。見ました、それを見てるんですけど、はい、僕は会うの初めてですけど、はい、声優さん、はい、ね、やっぱプロですよね、まあ、声のスペシャリストですよ、そうそうそう、ね、もうあれなんですってね、あの長いんですってね、声優歴が、声優歴としては一応デビューが2010年なので6年目、はい、でも、うん、あれなんかすげえ前からやってるって聞きましたけど、あ、一応今が22歳なので若いよね、16ぐらいの時からもうね、その頃から声優、はい、もうやって、それなんで声がやっぱ特徴あるからってことですか、もともと劇団にいたんですけど、うん、あのそこのボイストレーニングの先生に声の仕事に行った方がいいんじゃないって言われて、うん、じゃあ劇団辞めますって言って辞めて、うん、養成所に入って事務所に所属してお仕事をしてるんですけど、うん、まだそんな若いんですねはい、俺もっと、俺原口さんもそうですけど、も全員が年上に、いや、おかしい、これおかしいでしょ、めっちゃ上だっておかしいでしょ、いやもうだってちょっとしっかりしてるね、そうそう、俺だからあのキムケン先生で見た時にもっと上だと思ってた、俺も正直言うと22歳には見えなかった、それは失礼な話ですよ。これはいい意味の女性に対して、いや、いい意味の、いい意味のパターンのやつで、よく言われますね、しっかりしてるってことですかね、そう、落ち着きがすごいっていうか、だから眉優、うん、と同じですよ、ね、あ、そうですね、志田未来ちゃんそうなんですよ、眉優も若いね、眉優なんて12歳からやってるんですよすごいですね、すごいですよね、深いですね、ちょっとでも出るの嫌でした、なんか原口さんがいろいろとやられて、原口さんが嫌いで、嫌い、ちょっと前に嫌いじゃないんですよ、嫌いとかじゃないんですって、絶対原口君、今俺本当に久しぶりに原口結構リアルですよ、これ気をいい人なのにやめて、原口さんって確かに嫌なやつって思うよね、スタダさん、どういうことだよ、原口さんってなんかあの少年が腐ってそうだって、ちょっとやめてください、みんな多分思ってると思うけど、俺ね、いや、俺が言う、大丈夫、原口さんってそんなに嫌な人じゃないっていうのね、声を大にして言いたいよね、そんなに嫌な人じゃないじゃない、しっかり言ってください、嫌な人じゃないってそんなにって入れないでしょ、モノマネしてるからさ、ほらその人のあれね、キャラクターでカバーできるけど、いや違う違う、俺少年も言ってくれ、俺だって今日来るのドキドキしてたんですよ、正直この番組人気あるから、でゲストそのね、うん、もう告知で、うん、なんでこの二人なんだみたいな、はい、あやちゃんファンから、うん、なんで原口と一緒なんだみたいな、つぶやきが何個かあったんですよ。なんかやっぱそういうところが見えて嫌いだから、嫌いじゃないよ。根本が違うでしょ。あの一筋縄ではいかなそうだなっていうだけ。根本的にちょっとそのね、嫌われてるもんだからね、こういうの魔術師、まあ二人とも魔術師なんだけど、ちょっといっぱいやった後に出るのが出づらかった、そうですね、ちょっとやっぱジャンルが違う、それはそのここのスタッフの順番だそれは俺のレシピじゃないでしょう、それじゃあそれ、じゃあアヤネル、じゃあ、はい、タカさんやってアヤネルは一回でもロケでもやれちゃうタイプだから、あの気温の力が高いからね、本当やれちゃう、そんなに変なこと俺しないっていう俺の中のイメージあったもん、その時、ね、高さん、まあ、そうだねちょっと待ってほらね、すげえ、ゆめろさん、全然似てねえじゃん、いや、だから、まあ、でもやってくれない、バナナマンはやっぱいいよねって言って、バナナマンはやっぱいいよねでもあれなんだ、分かった、
その声の出し方の基本は分かんだ。その要はタカさんのその鼻ちょっとなんかね怒り方になるとことかどっかにぶつけてる感じ。怒り方もともとなんですけど。やっぱ分かってるそういう基本が。なるほど。タカさんもやろうとするってのがあるから。例えばだから、はい、まあ俳優さんは誰かの声を持ってくる天才でしょ。はい、あのアヤネルはこういう感じっていうのをもう世界観作っちゃうスペシャリストでしょ。かわいいとか怖いとかね。あのブンブンブン蜂が飛ぶっていうあの蜂の歌あるじゃないですか。うん、はいはい、はい、あれを例えばすっごいかわいいね、うん、アイドルみたいな子が歌うように歌うのとかってこれおとつぎでしょ。アイドルこれ使うとこいいでしょ。はい、はい、いいですか。いきます。はい、どうぞ。ブンブンブン違う、ブン。池の周りのバラが咲いたよ、ブンブンブン。すごい。違う、ブン。ちょっと待って、想像をはるかに超えた。俺もっとただ可愛い歌を歌うぐらいのイメージだったのが、そんなにいきます。アイドルの役結構あるんですよ、今この昨今声優業界。アイドル役。アイドル役っていうのがそう。だってもうご自身の声が結構やっぱアイドルっぽいっていうかちょっと可愛らしい声じゃない。普通に歌っても可愛いけど。なのにそれでブンブンブンとかやっちゃう。すごい。ハッチが飛べて。リズムも変えた。すげえ。すごい。ちょっと外す感じなんだね。アイドルっていうか、そうですね。あ、すごい。じゃあ、はい、もうちょっとあの色っぽい、色っぽい、色っぽいお姉さんみたいな、うん、じゃあブンブンも蜂が飛ぶっていけますかね。はい、いきます。あ、お願いします。ブンブンブン、蜂が飛ぶ、あ、お池の周りに野バラが咲いたよ、あ、ブンブンブン、蜂が飛ぶ。あ、すごい。いいな。いいね。すが、なるほど。若干マヤミキさんっぽいね。あ、確かにマヤミキさんっぽい。今の、はい、もうさっきの子と年齢がものすごい離れてる感じだもんね。はい、さっきアイドルもう一回いけるんですか。すぐ。はい。いいですか。バンバンバン。違う。すげえバカだろ。池の周りに乗ったら咲いたよ、バンバンバン。全然違うもん、さっきの人と。別人だ。全然違うね。これ逆にもっと年いった、なんかクソババアみたいな、それは難しいんじゃない？さすがに難しいね。自分の声があるからやっぱ無理だね。あんまりやったことないですね。ちょっと無理だよ。じゃあ今回クソババアで、はい、クソババアね。どうぞ。バンバンバン。ハチが勝負。うわ、クソババアだな、これ。あんけんの。周りに。歯抜けてんな。歯抜けてんな。歯がない。ほらもう聞き取れないよね。あいやいやいや。すごいな。いやすごいわ。すごい、ほんとすごい。原口さん、はい、あのキャピキャピのアイドルの文房具。原口が言ってるんだ、大体大体の話。いきます。ものまね芸人さんって何でもいけるもんね。いきますよ。ちょっといきます。キャピキャピのやつです。キャピキャピの。じゃあお願いします。はい、どうぞ。ビンビンビン、蜂が飛ぶ。あ、でも、お池の周りに野バラが咲いたよ。ビンビンビン、蜂が飛ぶ。ブーブー。あ、でも、やっぱ、ものにしてるよ。ブーブー。今、どんだけの、どんだけなんだよ。やっぱ、あの、なんか濁さないんだ、ね。あ、逃げないよね。逃げない。やっぱ絶対逃げないよね。やれないものまねはないですからね。我々は。あの時々だからクオリティが低い人とかでもずっとやりちゃんとさやっちゃうもんね。そうね、うん。そうすると、やり抜くね、いつかそれがクソに聞こえるのか、確かに似てねえかもしんねえと思ってんのが、はい、あれこれ似てんのか。そういうことですよね。今のとかも例えば誰かを想像してんの、その。僕は言うな、眉言う。僕は今のは、アヤネル。そう、アヤネルがやったのを。じゃあ、アヤネルのモノマネしたの。じゃあ、アヤネルのモノマネしたの。アヤネルのモノマネをした感じ。アヤネルとさっきのあの子を下ろしたんだ。そうですね。なるほど。なるほどね。今回ね、はい、我々バナナマン2人の声のスキルアップ大作戦なんですけど、俺らがやばいの、俺らが誰が喋ってるか分かんないんじゃないかっていう、もう恐怖観念にとらわれちゃって、はい、もう声になんならちょっと特徴があるんじゃないかと俺は思ってた。俺ら思ってたの、はいはい、2人とも、はいはい、で、この前ね、すごいその声だけの映画ですよね、いわゆるアニメ、ペットっていうところをやらせてもらったら、はい、日村さんが終わった後に隣に見に行った時に、隣の席の人が、うん、エンドロールで
あれ日村も出てたんだ。出てた。でもね、2時間ぐらい2人ずっと同じようなシーンで出るものだった。はい、あ、うん、あの拝見させていただいて。本当ですか。はい。あれ見て日村、はい、俺に気づいて日村に気づかないってありえるんだっていう。なかなかね。それってどう。あ、でも気づかなかったです、うん。俺にバナナマン全体に。日村さんは日村さんかなと思ったんですけど、うん、設楽さんは。え、あ、俺が分からなかった。あ、そっちマンだ。僕家族でミニオンズ見たんです。あ、ミニオンズもちょっと俺ら、ね、ちょっと出てる、はいはい、出てるんですよ、うん、うちの嫁はエンドロールで、はい、あれバナナマンさんだって。2人2人やってたんだみたいなことで。ミニオンズもそっか、ね、でもあれはなんとなくこうね、絵のタッチもそうなんです、寄せてたから。寄せてた、寄せてたつか、まあ、まあ、寄せてたわけじゃないですけどね、似てた、寄せてたまたま来たんですけど。でもあん、でも声優の人がね役もらって声が、はい、あ、この声に合っててわかんないのと俺ら意味が違うと思うんですよ。2人であんだけペットそうやって出てて、まあ確かにそうだね、別に隠してなかったんですよ、その、はい、やってますって宣伝もすぐ出て結構なんならバナナマンがやりますみたいな、見てくださいみたいな、かなり打ち出したのに、そうそう。でだからこれどうしたもんかなっていうね。そう、どうやったら、別にその映画の時に声ですぐ想像してもらいたいとかじゃなくて、こう声がね、そう、特徴がないですか我々は、これ、うん、特に僕は、うん、いや俺はあると思いますけどね。声優業界で言ってしまうと、うん、気づかれないってことはすごくとても役に馴染んでいるから褒められたことなんだ。そうね、あ、そう、俺も撮ってたんですよ、役に入ったらいいぞっていう、はい、結局でも我々そうもいかないっていうかね、そうもいかないんですね、気づかれたい、やっぱり、ね、映画では確かにいいかもしれない、うん、その俺もそう思う、その人が出てくるよりキャラクターで見れるっていうのがいいことですね、うん、絶対、絶対その方がいい、素敵なことですけど、ただラジオでこれずっとやってて、こいつら誰が何を喋ってんだってずっとあの2時間の番組なんで、2時間ずっと誰で何言ったかわからないっていうのがなってる可能性があるんです。キャラ分けしていったらいいんじゃないですか。あ、キャラ分け、キャラ分けってのあのお二人でこう、まあ、個性を伸ばしていってキャラをきっぱり分けてどっちがどっちが喋ってるっていう、ね、ね、そうなってくると個性ってなんだろうねみたいな話になってきて、例えばどういうことですかキャラ分けってのは。あの女性声優が二人でラジオをやると声の区別つかないことって結構あるんですよ、はい、ある、あの二人とも高い声だったりとか、はい、あのすごくこう分かる分かる、まあ、似たような役をやっていたりとかすると、私はそういう時は意図してその地声を下げたりとか上げたりとか調整をするんですけど、その方が聞きやすいかなと思って。え、じゃあ分かる分かる分かる、いや大体分かるな。デガさんバナナマンは大体そうだね。デガさん、なんでデガさんちのノリすげえうまいらしい。いやあ、ありがとうありがとう。で本当にね、大体みんな言ってくれるんだけど、本当に関係ないからモノマネ。どういう感じでデカが声低くて、声低くて、なんそこだけ。いやだから俺的にもそう一緒の意見だなと思って。荒口君のこと何しに来たの。モノマネやりたいだけの人。いやだって呼ばれたから来た。ちょっと、え、声じゃ低くするってのは意図的にって、でもあんまりやっちゃうと、ね、この人本当に誰だろうになる。そう、テンション低いなとか思われちゃう可能性もあるしね、うん、あ、テンションはそのままで声のトーンだけ少し変えるとか、その皆さんがファンの方が認識しているところを伸ばすだけでだいぶ変わってくると思うんですよね、うんうん、そうですよね、うん、日村さんはどうすれば、俺どうしたらいいんだろう。ちょっと太ってる声伸ばしてみるとか。今ね、ちょっと今現在がちょっと太ってるんですけど、もうちょっとじゃあ太った感じ。全然大丈夫だった。ちょっとやってみる。それ俺の個性でしたっけ。いやいや、そんなことないです。ちょっとやってみて、皆さん。じゃあ自己紹介。どうもこんばんは、バナナマン日村ゆうぐです。じゃあ太った感じでやってみて。今やったんだよ。今やったんだよ。普段はどうもこんばんは、バナナマン日村ゆうぐですよ。こんなもんよ。ちょっと太らしたよ、さっき。あれ、あんまりモコモコしてないでしょ、俺。だからわかんないで。でも今変わってるの気づかないぐらいだったら、既存のファンの方もわかるし、うん、声の区別もできる、いい塩梅になるんじゃないかと。聞き取りにくくないですか、さっきの感じだと。え、ちょっとやってみて。いや、聞き取りにくくないですか、さっきの感じだと、ちょっとやっぱ。全然変わんない。本当にわかります？はい。うん、え、この感じで言ってていいですか。じゃあ、このまま突き抜けていいですか。もっと、もっとやっていいんじゃん、逆に。逆に。もっと、うん、あ、これぐらい。そうですね。あ、これぐらいの声でやっていいですか。うん、全然いいんじゃない。もっともっといいと。え、もう、ちょっとしゃくれさせたりとかで。そうですね。じゃあこれぐらいの声でやってみましょうか。聞き取りづらいです。ああ、いいかも。ちょっと聞き取りづらいな。ちょっとここまで行くと聞き取りづらいです。笑福亭鶴瓶ですってとこで。笑福亭鶴瓶です。
俺今ちょっと消化つめをやったもんだって。俺の中の消化つめさん、メールが来てるんですモノマネの障害もう今日ですね、このね、スタジオにいるメンバー、うんはい、どんなのでもいいから、ちょっとこういうのやってみてくれっていうのを募集しております。はい、ラジオネームもっとくださいから。あやねる。あやねるにリクエスト、はい。クラスの学級委員長的な子が言う、ちょっと、掃除当番でしょ、サボらないでやりなさいをお願いします。はい、うん。これ得意そうだよ。これはもう、真面目で頭がいい人。これは得意そうだわ。はい。ちょっと、掃除当番でしょ、サボらないでやりなさい。すげえな。ちょっとじゃあこれを日村さん、はい、俺やってみます、うん、真面目な、うん、学級委員長みたいなね、うん、どうぞ。ちょっと掃除当番でしょサボらないでやりなさい。あ、ブスブスだからそれは俺の見た目がブスだからでしょ。嘘だやってごらんなさいよあなた。じゃあそしたら、ま、あれ学級委員長よ。学級委員長ね。学級委員長的な人ね。いきますよ、よーい、はい。ちょっと顔がやるんだよ。ブスじゃんそれ。アヤネルだって顔結構俺思ったのが、ラジオだからあれだけど、結構声作るときに顔をすごいやってるってのが学んだわけ。さっきのブンブンブンの時に、はい、確かにそうだったね、うん、だから顔からなのか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ね、そうかそうか、じゃあ行きましょうか、もう一回よーい。ちょっと激しいだよ。掃除当番でしょ、サボらないでやんなさいよ。学級委員とかじゃないじゃん。顔ばっかりじゃん。やめてよ。こんなでした。はやねる思ってる顔面やばい。やばくないよ。やってる時声出してくる。やばくないよ。かわいい。はやねる。かわいい。かわいいよ。ベースかわいいけど、声やってる時は。うん、まあ、しょうがない。ほらね。じゃあ続いて、はい、ラジオネーム、ドクロマン。ドクロマン。天才設楽さん、天才原口さん、星垣おじさん。こんばんは。なんだ星垣おじさん。日村さんじゃん。何のこと言ってる。金太郎じゃん。やめろ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 。あやねるがいいんだけど。あやねるが来る前に来たやつ。あやねるがいるからやめろ。エロい話をする、うん、稲川淳二さん。あ、できますこんなの。この全然全然できますよ。はい、私ね、今朝妙なことが起きたんですよね。私のパンツが。あれ？おかしいな。どう、妙に湿ってるんですよね。おかしいな、おかしいな。あれ？でも、布団触ってもおねしょではない。うん、おかしいな、おかしいな。なんて言いながら、スーッと覗いたんですよね。出ちゃってんですね。なるほどね。出ちゃって。出ちゃってですね。もうすぐできるんですね。怖いな、怖いな。日村さん。はい。日村さん、いけんの？エロい話をする稲川先生。どうですね。全然まあ隣の家にまあブラジャーが干しちゃったんですよね。でブラジャーだなー、干したんな、干したんなーってね、まあ食べちゃいましたね。ああまあでもいいですね。もういいです、いいです。気持ちはすごいわかりました。気持ちはすごいわかりました。ただ変態おじさん。続いてこちらラジオネーム、森吉ブリフ、はい、医者さん、原口さん、あやねる、ジンチン、みせ太郎さん、こんばんは。やめろ、あやねるいいんだから。すいません、こんばんは。いつもね、こういう感じなんですか。そんなんじゃないよ、俺は。嫌いじゃないです。あやねる。あ、ごめんなさい。あやねる。嫌いです。あんころ餅とおにぎりのどっちを食べようか迷いすぎて気持ち悪くなっちゃう。たバカという設定のキャラクターやってる。バカっぽいもんね、ほんとそれ。あんころ餅とおにぎりのどちらかを食べようと思って迷いすぎちゃって気持ち悪くなっちゃったバカっていう設定。これだ、ちょっと、ね、私ですか。こんなのいける。これ、うん、基本バカだからね、こいつバカなんです ね。年齢感とかが難しいですけどね。あ、そっか、それがいるんだ。年齢感でも可愛らしい女の子でもいいんじゃないですか、うん、別の子可愛らしい女の子。まあね、うん、迷っちゃって気持ち悪くなっちゃう。あ、そっか、うん、いきます。いきます。はい。かかり。あんころ餅と。あ、バカっぽいね。あ、バカっぽいね。おにぎり。あるな。え、どっちでしょう。はあ。どうしよう、あんころ餅だったらちょっと甘いけど、おにぎりだったらしょっぱいな。甘いしょっぱいの向けるループで。え、うる。気持ち悪くなっちゃった。ああ。うまい。上手。うまいね。上手。なんでそんなすぐできるんだろう。ね、そうですね。ハロレーみたいなね。ちょっと日村さん、
てる？あの大抵生態には理屈があるので、はい、あのこう、うん、ずっと平和なところで育ってきたバカな子だったら基本的にずっと笑ってるから口角が上がってるんですよ。なるほど。そうすると生態が下がってちょっとっていう、そういうことか、ことに。じゃあさっき設楽さんやってたやつは近かったってことですよね。さっきの楽器をね、楽器をね、楽器じゃん。設楽さんの方がさっきのかもしれない。さっきのあいつでいいんじゃない？はい、なるほど。さっきのあのあいつでやってみたら、全くの性格なんだ。ちょっとあのね、あのね、うん、あのね、はい、きょろーい、きょろーすごい。こんなの近いっす。はい、よー。どっちよ、さあ、んー、たんごろん、たんごろん、ぐるぐるぐる。あー、気持ち悪い。あー、いけた、いけた。あー、いけるね。愛すべきばかり。こんな感じ。はい、そういうことですね。そうですね。これでも勉強になってるんですか、我々。これで俺らこんなのはでも結構散々やってる。27でやってるつもりですよ、こういうこと。それはそうだ、ね。いや、じゃあ、ここからは、うん、あの、日村さん。はい。ちょっと、うん、原口さんの、うん、あれ覚えてます、うん、あの、いいともグランドフィナーレを一人でやるやつ。おー、これすごいよ。うん。一人で全部やっちゃうんだから。そう。うん、あれを、ちょっと日村さん、教えてもらって。いや、超嬉しい。あれ教えてもらえるなんて。ちょっとだから、そうですね、それを指導してもらうったらどうですか。ああ、やりたいやりたい。うん、あのグランドこれはもう日村さんってやっぱ言っても、うん、モノマネ広く浅く芸人のトップだと思う。めちゃめちゃそうそうね、難しくない、難しくない、何にも難しくないの。意外とだから2億のメドレーなんていうのは、うん、全てかすってますもんね。かすそれがいい感じなんですね、うんうん、日村さんは、はい、だからちょっとそれやれたらやりたい。フィナーレ、あの、じゃあ、これまず、じゃあまず、はい、お知らせの後にやります。わかりました。お知らせです。TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド。あ、やってます。さあ、それでは、はい、あの、いいとものグランドフィナーレね。まあ、いろんな芸人さんがこうバンバン出てきたのを原口さんが一、うん、人でやったっていうのがあって面白いです ね。これちょっと、まあ、ちょっとそうですね、短縮バージョンですけど、はい、どんな要素が入ってる、要素が入ってる、キュッとこれをだからまず見せてもらって、はい、でそれを教えてもらうと分かりました、はいはい、じゃあ、はい、よろしいですか。いいですか。はい。ちょっと本当にあの今日オクラが今小銭を落とす、うん、落としましたね。最悪な邪魔をしてるんです。ごめんなさいね先生。なんで小銭落とすの。かまえ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 ねえ、もう今日タモさん特別な日やからねえ、もうほんまにこのコーナーがもう長年続いてやで、ね、もう今日最後へ工事原口がこれやってくれてやね、あなたタモさん覚えてますほんま。ええー、もうそんなこと言うて、ちょっと松本がネットが荒れるとか言うから今すぐパッて来ちゃって、大高さん、ビャー、うわー、大高さん、ビャー、ずるいずるい、詐欺俺らの番抜いた、とりあえずずるい、あった、3個上がっちゃって、のびさんだ。テレビ上げてもんだ、放送中15分押しですぞ、ドゥンドゥンドゥン、ちゃんとやろう、ちゃんとやろう、誰か、ちゃんとやろう、ちゃんとやなきゃもう分かんないじゃん、これノリさん、誰がちゃんと仕切んなよ、橋田先生上がっちゃった。へっ、いや上がっちゃった、三村さん、三村さんだ、上がって下ろされたんですよ。 あった三村さんだろ、はい、ぐらいまで、ね、こんなに、はい、何人やったんだ、何やったの今、さんまさん、たかさん、まあ、太田さん入って、うん、で、矢部さん、で、のりたけさん、柳沢慎吾さん、で、中井くん。で、最後に村さんですね。よしよしにのりさんが入る。のりさんが入る。よしよし。のりさんが入る。いける？あげる。いける？大丈夫、歯借りなくて大丈夫。これは、これを入れちゃうって、僕一回、でもやる、僕一回つけてますけど、僕一回つけてますけど、もうやる、どうしたんですか、これつけるだけで、あの、
声がぶつかるところでやっぱ違うんで。だってアルさんもこれはつけてやるわけだから。そうですね。どうします？いやつけるにした。いいの？僕はいいですよ。僕申し訳ないなんか。その後もずっと使うの。僕はいいですけど。いいですけど。うん、いいですよ、ね。今さん、じゃあそれをまずお借りして。その代わり。こんななんだ。本当そうだから。これ超リアルなんだ。僕の歯型ですからね。僕しかつけれないんですよ。すげえ。すごいね。世紀の一瞬ですね。おお、つけた。あ、おついた。お、つけましたよ。面白い。面白い。いいよ。じゃあ、どうか。よーい。スタート。おーれ。あー、すげえ、ちょっと似てる。かわいい、おーれ。モスタート。モスタート。ちょっとお父さんうまい。本当にさ、何このタモさんおめでとう。いや、やったじゃんタモさん。誰だ。ノリさんだよ。やったじゃん。やったじゃん。言った。言った。ちょっと本当になんで詐欺出てますの。お、やべさん。やべさん。やべさん。あきません。抜かしてますやん。ばあ。柳沢慎吾さん。はい、だから前の車止まりなさい。はい、どこ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 。はい。おいさんこ上がれよ。ノリさんまだ上がるか。ノリさんか。ノリさんクオリティ低いな。ノリさんだよ。これクオリティが低かった。あ、だからさ、ほんとだ、ノリ。にん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 。なーにこれ。なんで食ってんだよ。これどういう時間だよ、これ。これはひどい。これはひどいね。おい。あ、三村さん。あ、でも、あの、似てんのもあった、ね。ありましたね、やっぱり。あった？うん。やっぱまず最初モンスターじゃないよ。サンマさん。え？サンマさん。まずは。サンマさん。ゴーストバスターズに出てくるモンスターさん。うん、そうそう、あの緑のね。緑の。うん、いや、どうでした？あれですか？いや、僕は、楽しませていただきました。これスキルアップしてると思いますよ。してないでしょ。どうですか、もうすでに。だって、聞いたことない声が、あ、綺麗に吹いてください。綺麗聞いたことない声が。ちょっと原口さん、さんまさんだけもう一回見せてもらって。ちょっと渡してみて。あ、顔。ちょっと、俺の手、俺の手が見たら。これ、さんまさん。俺、ほんと。で、さんまさん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 。きついな、これ。こんな初めてや。戻った、戻った。ユニフォーム交換みたいな感じ。あ、そっか。あでもそのやる上でのなんつうんですか、全体的なこれこここうした方がいいとかっていうのは、いやでも一人一人の雰囲気とか喋り方だとか、うんうん、そういうのはシルエットはできてるのでなんとなく、 あとはそのまあとちょっとノリさんのクオリティだとか、ノリ、うん、さんと矢部さんがちょっと近くなっちゃってた部分もあったし、ああなるほどね、そうですね、もうちょっと声の色がもうちょっと何段階か分けれるとは思うんですよね、うん、あとこれスピードもあるよね、ポンってすぐ変わるっていうね、ポンってね、そうですね、一発で変わるっていう、やっぱあと2人共通して言えるのはさ、ちゃんと最後まできっちり言葉にしてるとかね、ああゴニョゴニョしないじゃない、うん、しない、まあ俺らもそんな別にしないけど俺らもまあ舞台とかで俺らしっかりしてるんですよ、そんなごまかしてるタイプじゃないよ俺ら、バナナマンさんはしっかりしてるいやこれ今モノマネを習ってんだったら俺も素直に受け止めるけど俺だったら声が伝わらないってやれで習ってるんでしょ今そんなにゴニョゴニョして笑わないよそうだね、うん、俺らも一応そうか、や声は出して俺ら今日なんで呼ばれてんすかいやだからモノマネを教わったりね、あやねるのさ、そう、ね、声の出し方とかはすごい勉強になるよ、れてるんですね、どうでしょうか、うん、ちょっと日村さん、あとさ、うん、あやねるのさ、やっぱ若いさ、うん、蜂が飛ぶのあの声とかのあれちょっと教えてほしいよね、あれがいい、あのさっきのあの、うん、女の子の女の子の子、うん、
あの最初のアイドルっぽい。あれは確かにちょっとつかみたいね。あれあれをスキルもらったらスキルアップすると思う、ね。あの声ね。急にあれいけるってすごいじゃん。確かに。さっき衝撃だったから。衝撃だった。あれちょっとどうする、はい。なんか喉にかけて頭のてっぺんから声を出すイメージ。ああこの辺から喉から上に、ね、なんかこうイエーイって上からって、うん。その声出ないよね。いやいけるってこのもう、うん、喉の後ろからてっぺんに向かって。鼻に抜けて大丈夫です。みんな、ね、何やってるの？いやいや、ジャバンチモエって。いや、ジャバンチモエさんで。いや、だから、何勝手にモノマネするの？日村さん。みんな山口萌えです。山口萌えです。日村さん、全然似てない。当たり目だろ。山口。まだ山口萌え。でも、声の高さすごい。すごい。そうですね。いけてる？浜崎あゆみさんとかいけてる、ね。ああ、あゆが知りたい。ああ俺らあゆやるもんね。そうそう。俺らあゆやるんだから。アミーバーアミーバー顔ですかね。顔じゃないよ。あゆやでーす。そうやぜー。関西弁じゃないですよ。あのお二人顎引きすぎです。あれあゆって関西弁違いますよ。高田久美さんでしょ。関西弁ってなんで。じゃあの顎引きすぎなんじゃなくて、日村さんって顎がもともと引っかかってる。これはね、いい加減してよ。神様もういい加減してよ。顎はもう引いてないよ。タボタボしてる。あゆの声がいいんだ。とかみたいな。なるほどね。アリーナね。じゃあお知らせ行って、もう。今日の、あのもう総復習というか、声のスキルアップ大作戦の集大成を見せたいと思います、一旦お知らせです。で、TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド。はい、やっております。さあ、今日はですね、我々二人バナナマンの声のスキルアップ大作戦ということで、原口先生、あやねる先生にね、いろいろと教えてもらって、はい、もうね、番組ももう終わりに近づいてきまして、はい、という間です。いや、そうなんですよ。ちょっとね、いろいろ教えてもらったのを、はい、まあ、バナナマンとはいえね、はい、ちょっと最後、日村さん。はい、僕、はい。あの、2億4000万に乗せてですね、ちょっと僕言いますんで、今日の集大成、いろいろ言うからそれでやると。最高な形じゃないですか。最後2億で。最高な形ですよ、これ。やりたいと思います。わかりました。大丈夫ですか。え、じゃあもう、あの、今日の集大成ね。あの、俺が言うから、もうそれに瞬時に反応してもらって。わかりました。ね。よっしゃ。お願いします。はい。じゃあ、行きましょう。スキルアップ大作戦、2億、4000万。日村、四変化バージョン。スタート。さあ、声スキルアップしたのか。日村勇紀が歌います。2億4000万、七変化バージョン。はい、お願いします。まずは太った声で登場だ。これはね、モンスターサンマさん。タカさん。この星の片隅によくって、何これ。ノリさん。次のこと探してる。矢部さん。胸の花びらがちょっと震わせてますやん。色これな、うつろいやすいですよ。柳沢慎吾。バーバー。おにぎりとおはぎを迷うバカ。おにぎりと誰も出会いのお癖なのおにぎりの浜崎あゆみ。ママよりくらいに行くとき行くじゃまんやで。アイドルっぽくブンブンブンのやつ。出会いはあブンブンブン。億万千のブンブンブン。最後は山口もえ。行くとき行くちゃんぽん。
ちょっと待ってよ、ダンさん、はい、これ何が勉強になってるんだよ、え、これ何が勉強になってるんだよ。一応もうこの2億に乗せてね、今日習ったこといろいろ詰め込んでみたんだけど、これで日村さん、はい、俺らの声がスキルアップしたと思うんだ。してないよ、声枯れただけだよ、これ枯れて終わりだよこれ何よ、おはぎとおにぎりのところなんて、いつ使うのよ、あんなの、おはぎとおにぎり迷うってる、バカって。意外と何かの時にポンと、あ、そうだ、あいつがいるってなるわけ。そっか、自分の武器にはなるの、うん、そうですね、なんのね、急にまた歯も入れてくれたら、もう歯、この歯の入れ替えやめてもらっていいですか、綺麗に、綺麗に拭いてそうだよね、入れ歯を借りるみたいなもの。そうです、俺らまでしょ、話しか嫌でしょ、うん、この後使い続けるんだから。いや、いや、いいですよ、全然いいですメール来てますよ、はい、ラジオネーム、キミカの名は希望、はいはい、ね、皆さんこんばんは、こんばんは、おい、バナナマン、うん、何やってんだよ。なんだよ。声のスキルアップ大作戦とか言いながら、うん、ただのモノマネ大会じゃん。それ俺も分かってたよ。ずーっと分かってたよ、そんなこと。モノマネしただけじゃねえかよ、これ。分かってたよ、俺だって。そうかな。そんな原口くん来ちゃったら、そりゃしょうがないじゃん。だって。おかしい。いやね、でもね、いろいろ今日はね、やらせていただいてますし。なんで東野さんやってんだ、東野さん。スキルアップもしてますし、東野さんやね、声優さんも来てますし、うん、ね、モノマネ芸人も来てますし、いやいや、これでいろいろ力ついたんじゃないですか。マスシーね、ワイドなショーの時のマスシー。マヤネルはなんかできる人いるの？できる人いな、うん、あんまりやったことないですね。でもああいうさっきね、あ、そうか、そうだ、やってるじゃん。ああいう、ああ初めてやりましたでも。嘘、はい、へえ、初めて。あんまりなんかこうモノマネになっちゃうとそれが染みついちゃうので、バカ難しいんですよね。でもひむけん先生では一応あのたけしさんをね、たけしさんできる、たけしさんやって、たけしさんできる女の人ってのろかよ以外知らないよ。これができるのよ、ほんと、これできちゃうのよ、なんかバカやろ、アウトレイジ、たけしさん、アウトレイジすげえ、たけしさんとさんまさんがいる、たけしさんとさんまさんがいる、たけしさんとさんまさんがいる、たけしさんすごいな、あんた、大丈夫だよ、あんた出しながらや、アウトレイジ、アウトレイジちょっと待って、面白い、なんでアウトレイジだ、これよかったね、アウトレイジ、これは、いやいや、スキルアップしたかな、どうでしょう ね、うん、ね、これはね、どうですか先生、我々しました、我々お二人できました、短い時間だったですけど、ですね、まだ、うん、まだ特訓が必要です。物まねするだけだろじゃあ。特訓だって。また来ないとダメですね。これは。鍛えだけじゃねえ。物まねしただけじゃないか、あんた。来たくねえよ別に。三村さん。三村さん。来ちゃって。三村さん。言っちゃったよそれ。いいじゃん。いや、喋りたい。サヤネルどうでしたかね。今日二人、我々二人はちょっとスキルアップした。しましたか。しましたか。楽しかったです。楽しかった。楽しかった。ラジオがね。ラジオが番組としてね、はい、そうだね、うん、やっぱりあの声のスキルアップとかそういう前に、楽しいってことが一番、何じゃそのまとめやっぱね、何そのまとめ、楽しくない、楽しいってことが、ね、声も暗くなっちゃうし、そうなの、そうなの、じゃあいいの、はい、うん、誰か分かんなくても楽しく喋ってればみんな聞いてくれる、はい、まあそういうことか、はい、この時間帯一番面白いことやってるじゃん絶対、ね、はい、よかった、ああ、もうじゃあいいか、うん、ありがとうございましたね、はい、長淳二さんよかったですかね、いや間違いなく例の仕業ですよね、なんで例の仕業、こうなったのも千鳥のノブ、もう癖がすごいそれなんだよ、それなんじゃね、ジュニアさんどうですか、いや、あの正直いや先生言われてでパッと入ってあー思って衝撃ですよこれ、すごいね、たけしさん、たけしさん良かったですかね今日、アウトレイジ、いやいや、どうしようもねえな、どうしようもねえな、このたけしさん、なんで会話になってねえじゃねえか、もうアウトレイジって見てね、ね、見てね、番宣に来たたけしさん、いいね、すごい、いや面白かった、あ、面白かったね、あ、面白かったからもういいよね、うん、よかった、でもどうだったモノマネ日村さん、うん、普段からやってっけど、やっぱりあの原口くんのね、うん、あのモノマネすべて、うん、今日あの習ったし、あと歯も意外とスッと入った、このサイズが合う合ってる、合ってないの、つなかった、俺そもそもこの歯自体がもうすでに俺偽物なのインプラント、総インプラントだね、ここに上の丸さらに偽物に偽物で入れましたよね、ということでね、今日お二人どうもありがとうございました、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 皆さんもね、まあもう終わりです楽しかったですね、楽しかったですね、はい、ということでさよなら、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました、また